はい、コナンです。ドラゴンプロジェクトやっていきたいと思います。新エリア東部砂漠が追加されてミッションやってますけども、結構ねもう敵が強くなってきたので、今回ガチャを引いて装備を強化したいと思います。11連です。11連でダイヤ250のガチャ。さあどうだ。 B ランクレア A、 そしてレア B、 まあなんとかね1回レア S が出ればいいかなと思っています。問題は最後の1回だよね。さあどうだ、緊張が高まってきます。レア A、 さあどうだ最後。おっと来たね、レア S。 確かねレア S を引いた場合はシャドウモンスターが3体ついてくるということなので、そちらも嬉しいよね。じゃあ早速討伐していきたいと思います。さあフールフールのレベル48。ちょっとね武器としては弱点はつけないですね。今回使っている武器はメインがねブレイドスゲグリドス、こちら攻撃力が784で、マギがねブレイシャーランスレベル11、そして癒しの波動です。そしてサブの武器がソルドブスカドル、こちら攻撃力129ですね。マギがサンダーレインとリカバーを装備しています。まあ、基本はねブレイドスゲグリドスの方が攻撃力が強いので、ボスの場合はこっちをメインに使っています。ソルドブスカドルもねもう少しレベルを上げていけばかなり使える武器になるのですが、まだねそれほど上がっていません。さあ切っていきましょう。 V 破壊も狙いながら、今ねあの防具の方がスナイブハット回、そしてオーガの戦争ですね、この辺りで固めていますが、ちょっとね防御力がね低いんだよね。今回の新エリアの東部砂漠ヒートガリーナが結構強いので、ちょっとねできれば今回防具の方を強化したいと思っています。まあ攻撃力の方はね何回か戦えば倒せますが、防具の方はちょっとやられちゃうと厳しいんだよね。さあ素材ゲットしました。何を作ろうか迷います。このねゲントの装束っていうんですかね、これはどうなんでしょうかね。ちょっと作ってみましょう。確かこのフールフール自体が弓矢のね属性の武器が弓矢、そして防具もね弓を使った時に能力が発揮する防具なので、まあ今ねあのこのレベル50のシャドウゴルム戦っていますが、ちょっと弓使ってないんで、まああまりちょっと効果確認できないんですけどね。逆にねちょっと今使っているランサーバトン回の方がね防御力自体は45で強いのかな的な感じもしますけども、まあこれからねちょっと弓も使っていこうかなと思っているので、まあこの辺りの防具もね揃えていったらいいかなと思います。結局でもこれフールフールのあの防具で一式揃えた方がいいのかな、ちょっとねその辺がなかなかまだよく分かりませんけども、なかなかねレベルが上がってくると結構今あのレベル自分のレベルの方はレベル49なんですけど、レベルが上がってくるとねこのボスのレベルも上がってきて、なかなかちょっと倒しにくくなってくるんだよね。皆さんはねどうなんですかね、どんな感じの武器を使ってますでしょうか。またちょっとコメント欄で教えてもらえればと思います。感触としてはねどうなんでしょうね、 S ランクの武器で揃えるよりも A ランクとかの武器でレベルを上げていった方が、まあ、使いやすいのかなという感じはありますけどね、ちょっとそのあたりはちょっとよく分かりません。さあ今ダウンしているのでバサバサ切っていきましょう。一応ねこのシャドウブルムにはグレイシャーランスがね結構効くんですよね。
なかなか打つ前にやられちゃいましたけども、さあもうあと少しとどめは刺したいとこですが、さあいけるかな。尻尾もね破壊したいよね。さあまだ2分30秒ほどあるのでじっくりいきましょう。おっとここでビクトリー、素材はゲットしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。